革命、革命、革命、レボリューションは、権力体制や、組織構造の抜本的な社会変革あるいは、技術革新などが、比較的に短期間に行われること。大英義語は、主球、反革命など、レボリューションの語源は、回転するの意味を持つ、ラテン語の、レベルーシオである。古くは、天体の回転運動を示す言葉として使用され、 そこから周期が元に戻ることを示すのにも使われるになり、後には政治的変革を表すようになった。また、漢語の革命の語源は、天命が改まるの意味で、王朝交代に使用された。革命は人類の歴史上、様々な方法や機関、動機となった思想によって発生した。その分野には、文化、経済、技術、社会体制、 政治体制などがある技術革新では農業革命や産業革命社会変革ではフランス革命やロシア革命などまた革命という言葉は様々な分野概念に派生しており何が革命で何が革命でないかの定義は学者の間で議論が続いている1543年にニコラウス・コペルニクスは指導説の論文 研究の回転についてを出版した。その題名で使用された回転、レボリューションは天文用語であったが、後に政治体制の突然の変革に使用された。この用語の政治的な最初の使用は、1688年のイギリスでのジェームズ2世からウィリアム3世への体制変革で名誉革命と呼ばれた。このため、欧米の革命という言葉は、 近世から近代への移行期以後の政治的な変革に使われる。前近代の政変は、どれほど大きな体制の変革があっても通常は革命とは呼ばれいい。漢語の革命の語源は、天命が改まるという意味である。命、天命を改める。古代中国では、液性革命など東洋での王朝交代一般を指す言葉であった。 中国における代表的な育性革命は因。将から州への王朝交代で、ン州革命と呼ばれる。東洋においては、革命と王朝交代は、ほぼ同一の概念であったが、西洋においては、革命が起きなくても王朝が交代することもあり、革命と王朝交代は同一の概念ではない。そのため、西洋では、反革命と表現されるものも、 東洋では革命とされることもある。したがって、レボリューションの訳語として、革命の語を用いるのは後世における用法で、あるのだが、現代では、この意味で革命の語を用いることが多くなり、むしろ本来の意味で用いる場合に、液性革命とと呼ぶようになった。一般に革命という概念は、正当性を備えている、既存の政治秩序を変更させる政治的活動と、 関連しており、歴史的には1688年の名誉革命や1789年のフランス革命などの市民革命を挙げることができ、近代以後の政治理論においては、革命の概念は、古い政治秩序の破壊と、新しい政治秩序の構築をもたらす、動体的かつ抜本的な変革を意味している。市民革命、ブルジョワ革命とは、 封建的な国家体制を破壊して、近代的市民社会を目指す革命を指す。革命の主体は通常は、有産市民階級つまりブルジョワジーであるため、ブルジョワ革命とも呼ばる。市民革命、ブルジョワ革命は一度で完了するとは限らない。市民革命後に反動が起きて、その後再度の市民革命に至る場合が少なくない。数え方にもよるが、イギリス、フランス、 スウェーデンなどは2回、トルコは3回、スペインは4回の市民革命が発生している。古典的な市民革命が一応完了しても、政治的経済的課題は残存することがある。例えば地主制が強力で、小作農の貧困がひどいとか、労働者階級の貧困がひどいとか、絶対王政が倒れても、別の独裁政権や全体主義政権になったとかで、ある。社会主義革命。 イスラム革命、反共産主義革命、現代の革命、その他の革命、ファシズム化などは古典的な市民革命がやり残した課題の処理という側面はある。小林義明は資本主義的な国民経済の担い手のための政治体制の確立という観点からは欧米の植民地だった諸国の独立を先進国の市民革命、 ブルジョワ革命と同等の意義を持つものとしてい、実際に植民地の独立を革命と呼ぶ例は多い。確かに、ハイチやインドなどの独立では、国内の奴隷制や身分制が、制度上は廃止されて、近代国家が建設されている。これらは、オランダやアメリカの独立と同様に古典的な市民革命の一種と見てもいい。しかし、ブラジル独立やメキシコ帝国のように、 国家は独立しても社会体制は旧創四国の絶対君主制と同じトイレもあった。これらの国は独立後に市民革命が発生している。また、カナダやオーストラリアなどは独立前に近代化は達成していたので独立自体が市民革命に相当するわけではない。社会主義革命の理論家であったマルクスとエンゲルスによると革命とは 歴史の中で繰り返された社会変革であり、旧来の経済システムの破壊を意味する。それは、経済体制において抑圧している階級と、抑圧されている階級の間で生じる階級、闘争の繁栄であり、革命は、経済社会が発展する歴史の中で繰り返し、現れる事象であるとされる。マルクス主義理論においては、市民革命とは、絶対王請。 封建領主の支配の最終形態とされるを、ブルジョワジー、有産市民階級が打倒するものであり、社会主義革命とは、ブルジョワジー、ここではほぼ資本家階級の支配を、プロレタリアート、労働者階級が打倒するものである。マルクス主義の革命理論において例には二つの重要な目標を革命に与えている。一つは、階級社会を崩壊させること、もう一つは、 指導的な革命政党を確立することである。1917年10月に発生したロシアの10月革命実態はクーデターはマルクス主義の革命理論の例人的解釈に基づいて実行されたものである。中国における毛沢東の革命思想は農民を革命の主体としているので、政党的なマルクス主義理論からは社会主義革命の理論とは言えないが、 指導した政党が共産党で、もう東時代は社会主義国家の建設を目指していたので、共産主義革命の潮流に位置づけることができる。マルクス主義やそこから派生した理論によって成立した社会主義国家は短期間で崩壊した国を除いて、ほとんどが権威主義国家となった。実際に成立するのは、プロレタリアートだけにより運営される臨時政権などではなく、 共産主義政党の高級官僚、ノーメンクラトゥーラの支配だった。そして、経済まで国家が支配しているため、国家権力は市場経済を導入する独裁国家より、はるかに強力だった。しかし、社会主義経済は、先進国に追いつく過程では、それなりに効率的だったが、その後は、資本主義経済に比べて、経済発展する力がなく、20世紀後半には、 資本主義国との間に大きな経済力の格差が生じ、西側諸国との対立関係、冷戦を戦う能力がなくなった。マルクス主義の協議では、資本主義経済は行き詰まる。利潤率の傾向的低下の法則などとされたが、社会主義を掲げた国の方が、経済的に行き詰まるものは多かった。ソ連など社会主義国の多くは、 1989年から1991年にかけて反共産主義革命が起きて崩壊した。中国など政治的にマルクスレーニン主義の理論が保たれた国もあるが、多くの場合経済システムは資本主義化しており、指導政党の一党独裁性だけが維持された。実態は資本主義の全体主義国家になっている。 現在でも衆産主義的な経済体制を維持している国は北朝鮮やキューバくらいである。現代の革命理論では古典的な革命理論にはなかった着眼点が導入されることになる。これは第二次世界大戦後に非正応地域において発生した事例を考慮に入れながら新しい枠組みで革命を捉える必要が出てきたからである。現代の革命では多くの場合は 経済システムとしての資本主義はすでに成立しており、革命後に経済政策や社会政策の改革が行われる場合は以が、資本主義自体の打倒は目指さず、独裁、専制、全体主義の政権、まとめて権威主義とも呼ぶを倒して政治的民主化を達成して終結する場合が多い。ただし反共産主義革命は現代の革命の一種と考えられるものの、 政治的な民主化だけでなく、経済システムも社会主義から資本主義に転換する。現代の革命の担い手は特定の社会階級とかではなく、現代の意味における市民、つまり自立した自我を持つ個人ということになる。現代の革命は古典的な意味の市民革命やマルクス主義が意味する社会主義革命とは異なった革命である。新しい理論では革命の本質が 社会変革ではなく政治変革にあり、また歴史的な必然ではなく、特定の政治的な環境による成果であると認識されている。このような理論は、デイビッド・イーストンの政治システムの概念の影響を受けており、政治への入力と出力から政治現象を理解しようとしている。この概念を踏まえながら、ジャルマーズ・ジョンソンは、政治システムの多元的な機能不全から革命が、 勃発すると主張し、社会的諸条件の変化の圧力に耐えることができなくなった時に表面化すると論じた。またテッドガーは、人々が期待する樹液と人々の実際の樹液に格差がもたらされることで相対的な剥奪が生じことを指摘し、そのことが革命の原因となることを考察した。さらにシー・ダスコ・チポルは、革命という事態を社会構造から説明しており、 それは大規模な戦争や軍事的侵攻によってもたらされる国の政治体制の無効化の結果であることを指摘している。また現代の革命でもイスラム圏ではイスラム教の宗教思想に基づく革命が起きる場合がある。発生する条件は非イスラム地域の現代の革命と同様と思われるが革命後に民主化するとは言えず。 世俗的な権威主義政権から宗教イデオロギーによる全体主義国家、アフガニスタンのタリバーン政権や反全体主義国家、制限の大きな選挙はある、イラへの移行となる。マルクス主義のイデオロギーによって成立した国家が全て全体主義化したのと類似している。ただしイスラム教の教義は自由な小取引を前提としているので、資本主義経済を廃止するという発想は生じない。 このため、イスラム革命では、経済システムは変更されない。現代において、絶対王政の国というのはごく少数、サウジアラビア、スワジランド、ブルネイなどしか残ってないので、古典的な市民革命の発生がほとんどなくなるのは、当然である。植民地も少なくなったし、多くは近代化は完了しているので、独立が市民革命に相当する地域も少ない。 本物の社会主義国も北朝鮮とキューバしか残ってないので反共産主義革命が起きそうな国も少ない。しかし権威主義国家は未だに数多い。ソ連崩壊以前なら資本主義の権威主義国家では社会主義革命を目指す勢力が大きくなっていただろうがマルクス主義は凋落して議会民主制、経済は資本主義が目指すべき。 唯一の近代社会のモデルとなった。それが現代の革命が民主化を実現する政治革命ばかりになった理由である。例外はイスラム圏で議会民主制を目指す動きもそれなりに強いがイスラム原理主義が強大な勢力となっている。サウジアラビアは市民革命ではなくイスラム革命が発生する可能性が高い。なおスワジランドは 古典的な市民革命が起きるだろう。最後のブルジョワ革命がどこになるかは興味深い。しかし、イスラム原理主義運動は、イデオロギーに基づいて、全体主義国家の建設を目指すという点で、前世紀のマルクス主義運動の焼き直しである。とすると、イスラム全体主義国家も、いつかは、反共産主義革命に相当する革命が起きて、最終的に民主化すると思われる。しかし、 ソビエト体制が70年も続いたことを考えると、イスラム国家の民主化はかなり先かもしれない。現代の革命は政治的な民主化革命がどこまで多くの国で起きるかが問題である。しかし、全世界の民主化が21世紀中に完了するかは何とも言えない。なお、軍隊など政府、支配階級内の勢力が起こす。 非合法的な手段による政権奪取、限定的な体制変更についてはクーデターと呼ぶ。ただし1952年にエジプトでクーデターによって王政を廃止したムハンマド・ナギーブ政権。1961年に韓国でクーデターを起こして権力を奪取した牧政セ政権。1968年にイラクでクーデターで権力を握ったバースト政権。 1969年のクーデターで成立したリビアのカッザーフィー政権など実際はクーデターで政権を掌握したにもかかわらず前の政権を全否定する意味でクーデターによる政権掌握を革命と呼んだ場合も多いクーデターの多くは支配者の首がすげ替えられるだけで社会体制や経済体制は変更されないことが多いしかし政変自体はクーデターでも 結果として、社会体制、または、政治体制の大きな変革をもたらした例も、少なからずある。代表的な市民革命とされる、名誉革命も、実際は、民衆の放棄などないクーデター的な政変だったし、ロシアの10月革命は、社会主義革命の本家と言えるが、左翼が衰退してから、クーデター説が強まってきている。また革命でもクーデターでもないが、 革命を先取りした上からの改革はかなり多い。上からの改革は中途半端になりがちなため失敗することが多いが、大きな変革となった例もいくつかある。上からの改革が失敗すると、その後本島の革命を誘発する場合がある。帝政ロシアのストルイピン改革の挫折は、ロシア革命を誘発し、ソ連末期のミハイル・ボルバチョフによるペレストロイカは、左崩壊を誘発したと言える。 イラク戦争で外からイラクを民主化したことは中東諸国のイスラム革命を促進した可能性がある。反革命とは革命前に利益を得ていた勢力が旧体制への復帰を求める運動である。ただし実際には革命後の権力者や支配集団が自らに敵対する潮流のすべてに反革命のレッテルを貼って弾圧する場合多かった。市民革命では 名誉革命のジャコバイト、ジェームズ二世の支持勢力、フランス革命の王党派が代表的な反革命勢力である。社会主義革命ではマルクス主義に反対する勢力がすべて反革命とされたばかりか、共産主義政党内の権力闘争に敗れただけの勢力も反革命呼ばわりされた。ソ連においてはスターリンとの権力闘争に敗れたトロツキー派は反革命とされたが、 実際はトロツキーはスターリンよりは求進主義的だった。ハンガリードーラン A、ハンガリアンレボリューションのように当時は反革命として否定されていても後に革命であったと再評価される例もある。これは反共産主義革命でマルクス主義が決定的に衰退したためである。また保守の側からの革命を保守革命と呼ぶこともある。 イタリアのファシスト党やドイツのナチスによる権力奪取は市民革命や社会主義革命に対する反革命、運動とは異なった性格がある。大衆的な基盤があり、権力奪取の時に大衆を動員し、権力奪取後の政策は農民や労働者を含む大衆への利益配分に熱心だったりした。社会体制としてもナチスドイツの場合には、 国家の経済活動への関与が強力で、社会主義経済にかなり近かった。イタリアは国有企業の増大はあったが、統制経済はやってない。右翼全体主義政党の権力奪取の一部は、社会主義革命に類似した状況が発生している。この種の権力奪取は、単純な反革命ではなく革命の一種と考えることもできる。また未来予言の方法として発展した。 新遺説においては、革命は、抜き書、予言書に、あらかじめ記載されており、特にカのととりの年には必ず革命が発生して、政治、社会の変革を伴うと唱えられた。これに対して、うとくの君主は、抜き書の定めた通りに行動することによって、液性革命などを未然に回避できると考えられた。その一環として親友、後には、 孔子の年にも改元が行われて君主が率先して、生、社会の変革の意思を明らかにすることが行われた、親友革命、孔子が悪い。日本初期で、初代天皇である、神武天皇の即位年が、紀元前660年となっているのは、親友革命説に基づいている。神武天皇が実在していたとしても、危機神話などに描かれた天皇の辞席は、 近畿地方だけの征服であり、日本の統一といった大事件ではない。中国大陸は、液性革命も含めて多くの革命を経験しており、また、朝鮮半島やベトナムでも、液性革命や近代以後の革命は起こっているが、それらに比して、日本では、有史以来革命が起こったことがないとされている。政権の交代はしばしば発生したが、アマテラス大臣、 神武天皇以来の高等を受け継ぐとされる天皇が最高の権威者であり続け、実質的な最高権力者でも天皇の進化、大臣や大連、摂政や関白や大城大臣、正意大将軍、内閣総理大臣などという形式を崩さなかったからである。江戸時代の山崎安彩、大山州や水戸学の藤田東子、行動館記述儀のように、日本は、 アマテラス大臣以来の慢性一系の高騰を持つ唯一無二の国家であるとして、液性革命を否定して国粹主義を高揚させる逆説的な論理で用いられることもあった。ただしクーデターや内戦の類いとされるものは多数起きており、その中には他国の革命に相当するほどの劇的な生態性の変化が起きたこともある。大化の改新、上級の乱、天下不武など。 吉田松陰の思想を背景として起こった明治維新は保守革命とも言われ、あるいはまた西欧で有空出た後は異なる。独自の意味として維新を考える学説もある。藤田昌蔵、松本健一ら。また、マルクス主義の立場からは、日本共産党などは明治維新を絶対主義の成立とするが、スターリン主義の影響を受けてない潮流はブルジョワ革命とすることが多く、 日本資本主義論争などにつながった。なお、明治維新の英訳語は、あるいは、である。北一騎らの民族主義内し国家社会主義的革命理論では、天皇及び国体を神聖のものへと変革、革命することが目指された。三島幸夫も陽明学の影響のもとに、保守革命を企画した。市民革命的な植民地の独立。 資本主義経済の確立を伴う。その後破壊国家になったかは問わない。共産主義革命、社会主義革命、インフラストラクチャーなどの国有化まで進めた革命。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。